今ポールダンスちょっと横から見させてもらってたんですけど、いやすごいですね本当ね。僕もねちょっとこの映画でやらせてもらってるんですけど、また改めて見てポールダンスって本当ねちょっと力強く、そしてエロく、僕もなんかちょっとエロくできたかなってちょっと心配になっちゃったんですけど約1年ほどかかる大技を約1ヶ月半、相当コンパクトな時間の中で、まあ、玲子先生に教えてもらいながらこうちょっとずつ、もう最初登ることすらできなかったんですもんね。あ、はい、ね、そうですよね。そうですね、頑張られましたそう、なんかなんでこんな仕事やっちゃったんだろうって思っちゃうぐらい、いやそれはもちろんこうポールダンスに慣れていけば慣れていくほどこの面白さをどんどん知っていくわけなんですけど、やっぱ最初ちょっとやっぱ男でこう挑戦なんかうんやるって言っちゃったもののちょっと軽かったなっていうふうに後々後悔しました。さっき見てて分かると思うんですけど、ここでねポールを支えるんですよね。僕多分岡田君と一緒に見てたんですけど、その時の痛さをね思い出したんじゃないかと思って、だけど楽しかったって言ってそんなこともなかったのかなと思いながら、ただ映画の中では結構ですね、もう岡田君ね痛いのを我慢して必死に映画を作ってる、頑張ってる様が見れるんで、それは楽しみにしてもらってほしいなと思いますね。すごく練習時間が少なかったんですね。でもうその撮影の日はどんどん迫ってきて、でやっぱりその気持ちが頑張ろうと思ってもですね、やっぱりその肌が慣れていかないとって言いますか、筋力があるだけではダメで、肌が当たり慣れていかないとダメなんですね。こう皮膚の密着で止まるの でそれ気合でカバーできるものではないんですが、やっぱりその日々迫ってくる撮影のために擦り傷だらけになってやられてたのを見てすごく胸が痛かったです。そうですよね、はい、痛いですよね。痛いです、基本的に痛いですよね。痛いですよね。多分本当は皆さんが思ってる以上にここがもののけ姫のアシタカが手がこうなるやつがこう、うわーってこうなるんです、ね、あざだらけでね。あざだらけでしたね、本当に痛そうでしたよ。劇場にお越しの皆様こんにちは、広瀬涼子です。今日そちらに立ってらっしゃる岡田くんはじめ、私も彼についていくように一生懸命練習を頑張りました。先ほどご覧になった玲子先生のショーのようにはいかないですけど、精一杯頑張りました。そのポールダンスも見どころです。いやもう本当に今見てて、ね、本当にまた思ったんですけど、本当に笑顔が素敵な方でして、まあその撮影現場でそういう、ね、広瀬さんの明るさにこう助けられながら、撮影を一緒に臨めたので、いやもう僕がもう助けられてました本当に。広瀬さんはその中でもかなり素質のある方といいますか、何でしょうね、そのフィジカルも強いのと同時に体育会系でいらっしゃるんでしょうね、きっとその望まれる気合といいますか、本当に監督もおっしゃったようにどんなに痛くても多分一回も痛いって言ったことない。岡田君ね、ちょっとね、広瀬さんにちょっと嫉妬してるんですよね。もうめんどくさいの、めんどくさいことが一つあって、うん、ね、子供が、広瀬さんの子供のね役の子がいるんですけど、その子を広瀬さん以上に好きになっちゃって、広瀬さんと仲良くするのをね見るたんびにね嫉妬してるんですよ、この人が。なんかそれが印象的でしたね、僕は。今回ですね、岡田さんが今大好きだっておっしゃっておりました、この方が岡田さんに会いたくて駆けつけてくれましたので、ご紹介します。小瀬達也さんです。劇中でもね、ガジロの小さな相棒を務めました孝太郎役の小瀬達也くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。なんかミュージカル的な感じなのすごいね、かわいいね。やっぱそのポールダンスを撮影していて、こうまあワンカット撮るたびに一旦戻るんですけど、まあ、ずっと、待ってくれてるというか、ずっといてくれて、ああワンカット撮ったよつって戻ると、頑張ってくださいってこう言ってくれるんでよし頑張ろうつって、
毎回毎回こう行ったり来たりをしてたんで、すごいやっぱ助けられました。本当に本当に。じゃあお兄ちゃんでいなきゃみたいな。いやまあでも僕も、うん、あの演技中の中ではあの家族がいなくなって孤独な役だったので、あの現場でも監督さんにあの孤独にさせられていたんですけど、まあ、僕が一人の時とかはご飯を一緒に誘ってくれたり、で僕の出すなぞなぞをな一緒に答えてくれたりして、僕もとても助けられました。素敵な友情じゃないですかねえ。同い年なの？なんか同い年な感じしますよね、なんかね。岡田将生さんを見てて尊敬するところはどこですか、俳優として？そうですね、あのクランクアップした後に岡田さんがどっか行こうって誘ってくれてで、まあそしたら後楽園に行こうっていう風に なった時に、まあ僕そういう遊園地とかに行ったことがないんで、すごい心配だったんですけど、あの岡田さんがすごくリードしてくれてちょっと待って、お前、おいもう25だぞ俺リードぐらいできるわ俺だって。そうで、とても頼れるお兄さんだったな。そりゃそうだよお前そりゃそうだ。じゃあもうそういうところの背中も見つつの尊敬すると。そうですね、それ全く俳優と関係ないじゃんそれプライベートじゃん。いやいやでも俳優としてもね、もちろん。そうですね、すごい尊敬してますしてないだろう。いやしてます、本当にしてます